はい、こんにちは、こんばんは、お元気でしょうか。はい、ちょっとね、昼間に撮影しておりますので、ちょっとね、生活音が出てしまうかもしれませんので、よろしくお願いします。ということで、コンビニで靴下とかハンカチを買うので、それ目的で買うっていうのはないじゃないですか。コンビニ限定のそのハンカチとか靴下とかさ、エコバッグとかさで買うっていうことはあまりないのかなと思ってて、で結構なんで買うかっていうと、そのハンカチ自体がないから、ジュースとかお茶とか買うついでに買うとか、靴下も穴開いちゃってて、それを知らないで、ね、行ったら穴開いててちょっと恥ずかしいからって言って買い替えるとか、っていうのがあるみたいだね。で最近ではもう本当に靴下がすごく、ファミリーマートかなんかは、ね、バリエーションがすごく多くて、それ目的で買いに行くっていう人が多いみたいです。テレビでやってました。だから、そういう、T シャツなんかも、キャミソールなんかも、ね、ファミリーマート以外でも売ってたりとかするけど、ちょっと大きめなね、もの、コンビニだと結構な量はあったりとかするけど、キャミソールとかね、 T シャツとか靴下とか、あとミニタオルっていうのかな、本当に手のひらサイズのタオルがあったりとかしてて、ここでの袋とかね、そういうのもあって、それがそのなんだろう、どうしても手元になかったから急遽買うっていうような感じ、一昔前はそうだったよね。今はもうそうではないみたいね。もう物自体もすごく良くなってるっていうのもあるし、お香典なんかでもね、100円ぐらいのしょぼいって言ったら怒られるけど、そういうのがあるけど、でも豪華なものもね、その お香典じゃないや、その出産祝いとかさ、お祝いの方のでもそれなりの お値段するものもあったりとかするけど、ただ雑誌なんかでもあれだよね、おまけ付録がすごく豪華なものもあったりとかしてて、それ目当てにコンビニに行くっていうのもあるし、本屋さんに行くっていうのも確かにあるよねっていう、すごいいいものがあったりとかするもんね。この前っていうか、だいぶ前だけど、雑誌にこういうのがありましたって出てたのが、そのスキレットだったりだとか、なんだっけ、日清のそのチキンラーメンと提携したっていうかさ、コラボしたなんかアウトドア系のねものがあったりとか、そういうのがあったりとかね。あと財布とか、財布っていうか小銭入れか、そういうのが売ってたりとかしてて、でもその雑誌自体も読み込めるような情報量っていうのがあったりとかしてて、そのペラペラなね雑誌じゃないよっていう感じですかね。でも私なんかもおまけを目当てに
見に行くっていうのはないかな。まあ、YouTube なんかでもね、たまにそういう雑誌をさ、買ってきて、まあ、提供なのかわかんないけど、多分、ほぼほぼ案件じゃないと思うんだけど、雑誌じゃない、コンビニ限定のものと、本屋さん限定のものと分けて買って、でもそれなりのお値段するよね。2000円ぐらいするのも雑誌とかあって、多分ほぼほぼ付録代なのかなとか思っちゃったりするけど、でもまあそれでね、お気に入りのものが1個を買ってさ、お気に入りっていうか可愛いからもう1個買おうってね、なってしまう場合もあるし、皆さんどうでしょうかね。もしよろしければご意見いただけたらと思います。以上です。